ロから始めるツリガール生活、ツリガール生活、ツリガール生活。はい、どうもこんにちは、ポポテッペです。皆様お気軽にボーちゃんとおらくない。はい、どうも。はい、どうもこんにちは、味噌ラーメンです。味噌ちゃんと呼んでください、よろしくお願いします。いや何人だよってさあね、いよいよねラストポイントなんですよ。早いです ね、日が早すぎて、いやどんどん早くなっちゃうね。もう最後の力を振り絞っているような状態で、毎回ね最後の方ちょっとグダグダ寄りになりますけど、で今回はですね、山田ワンドという山ちゃんワンドはい、通称山ちゃんに来てます。山ちゃんそんなこと呼んじゃっていいのかね、私ごときはそんなこと呼んじゃっていいのかね、わからないんですけどね、はい、歴史ある、霞水系のねブラスフィッシングで、まあこんな感じですね。ドンク漁港ですね。そして向こうにねちょっと水門があったりと、いろいろとなんかちょい調べしたら魚影が濃いそうなんで、魚影が、はい、どんだけね魚影があるんだいってことをちょっと試してみたいと思います。雰囲気詐欺じゃないといいっすね、まあ、基本ね雰囲気詐欺なんでトトトトンまあね、それもねどんだけもう詐欺に遭うかによって何事も経験だということでね。なるほど、もう社会勉強みたいな、はい、詐欺に遭った数だけ強くなると。そう、もうぼったくりバーに入った数だけ強くなるみたいな。お金が先になくなげそうだけど、はい、そして男たちは大人の階段を登るみたいな。大人の階段登る、はい、今日もぼったくられたままなのか本当ですよね。なかなか難しいね、霞水系っていうか超難しい霞水系、価値ある一匹を目指してね、あのゼロから始める釣りガール生活やっていきたいと思います、はい、マイナスから始める釣りガール生活やっていきたいと思います。もうね、打ちひしがれてもうマイナスからでいいですみたいな感じになっちゃってるね。まあそう言いなさんなとね、マイナスにしてもいいんだけど、はい、マイナスいくつからっていう語呂が悪すぎるんでそうっすね、うん、ゼロからでゼロから始める釣りガール生活、はい、もう今回で多分20回目ぐらいになるんで、ボリューム何とかって一応概要欄に書いてあるんでね、皆さん確かに書いてありますね、はい、ね、再生リストを釣りガールを開くと1から見れるんでね、なかなか衝撃的なね登場してますんでね、この方は。そうなんですよ、あのね大自然の中にミニスカートで現れろっていうね、その時のあのちょっと鬼畜ディレクターが鬼畜ディレクターがハイヒールにミニスカートとかどうみたいなちょっとありえない格好で座っててよっていう指示のもと、嫌いな虫にピヨピヨ刺されながらやっぱ刺されてた、あれ刺されてましたねあー虫って思いながらへせを装ってました。あれ笑っちゃいけないっていう、笑ってはいけない24時だったんですよあれ、まあ、結構笑っちゃってましたけどまだまだの方はね、そこら辺からゼロから始める釣りガール生活は続いてるんでね、ぜひとも見てくださいということでね、最後ねやっていくよ、ボボテッペとミスラーメンが最後まで、まあ、釣れないかもしれないですけどね、まあ、釣れちゃうかもしれないんでね、それは釣ってみなくちゃわからない、それがフィッシング。フィッシングやってきます。この企画はゼロから釣りを始めたリアル女子ミソラーメンのリアルフィッシングに密着。ただでさえ難しい関東の天然ブラックバス、なかなか魚をお見せできませんが、過酷な環境下の中すごく頑張っております。バス釣り経験者の方はまだバスが一匹も釣れてない、初心者の頃に戻ってご覧になっていただけたら幸いです。ミソラーメンの応援よろしくお願いいたします。ではね、はい、見えますね、あそこにスイ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 モンだ。 Yes、 ラストスイモン、なんかラストサムライ的な感じですねポケモンをプレイしてるような感じになるね、この後ろからのアングルが味噌が現れたぞ。ゴーゴースイモン、ニューヨークジェッツ味噌ラーメン、 GU でお揃い買いましたでも GU さんそろそろオファーを一か逆味噌結構 GU 行くちょっとお恥ずかしい話なんですけど、なんか GU 多いっすねなんか GU 部屋着がすごい可愛いんですよ。そうなんだ。そう、なんかジェラートピケってわかります？皆さんわかりますか、ジェラートピケ。あ、なんかジェラートピケっていう、なんか、うん、まあ、なんか多分奥さんとか彼女さんの贈り物に絶対喜ばれると思うんで、興味ある人は調べてみてください。なるほど、はい、じゃあねここ慎重に落としていきましょう、はい、ラスト水門なんでね、なんか結構ゴミも追いかぶさってるんで、うん、そのゴミの下に意外といたりするから、ゴミっていうのはその冷たい風から守ってくれるから。はい、上がってきたね、もうちょっと一歩近づいて、さらに奥に、さらに奥に入れた味噌ラーメンのダウンショットリグがどうだ、ダメだダメだ、ちょっと
とりあえず外側。外側行きます。そこら辺。はい。もうちょい左でいいや。もうちょい左の方が落としやすいでしょ。ゴミが空いてるから。さあどうでしょう。外側。とりあえずね、もうとにかくね、ポチャポチャ落とすしかないですよ。こう隙間隙間に。うん、隙間隙間にもういると想定して隙間隙間に落としていく。ダメですね。ここら辺の護岸沿い、ズルちゃんですか。ズルちゃん護岸沿いをここら辺までズルちゃんしてボトムを感じながら、ズルちゃんしてなんだそのズル引きは。はい、変化なしということで気に投げましょう。ほんとね、もうそこら辺から真正面に投げる感じ。そっち多分近寄っちゃうと風がこう来てるから、はい、風に煽られてこう多分引っかかっちゃうから謎のビビビ、うん、こっちから真正面か左、はい、そうそうそう、あ、いい感じじゃん。やっぱりあ、やっぱりあ、わかんなかったよね。わかんなかったよね。え、鳥なんかいなかったよね。何あいつ。何あいつ。放心状態。味噌ラーメン放心状態。めっちゃ泣きそうになったんですけど、今ゾンビみたいなのに襲われるのかと思いました、マジで。鳥が、あいつ潜ってたんだね。怖いよ。あいつもね、必死だったんだよ。やべ、すげえルアー落ちてくるみたいな。やべえ、ルアー落ちてくるんだけど。確かにさっきバシャって一瞬行ったんですよね。ゼロから始める釣りガール生活、釣りガール生活、ママーさあ、ですね、みそさん、あそこの奥、はい、奥行ってみましょう。最悪です。そこらへん、はい、ここら辺落としてみようか。まず臭いを釣れません。そこらへん、もうちょい手前だね。一回上げて、この辺ですか。もうちょい手前だね。あ、下がってここ、はい、で次もうちょい手前ずつにどんどん。いかん。さあここら辺だね。もうちょい下がったらいいわ。下がってで、ちょい左に行こう。そうそうそう、ここからポチャッとです。そう、味噌呼ばれてるよ。いいだわ。でさらに後ろ下がって、そうそう、後ろ下がって、今この立ち位置じゃん。たら要はこうすると今度こっちにずれちゃう。そしたらもう一歩下がって、はい、一歩下がって、そうするとこうこっち手前なんだ、はい、そんな感じでこう手前を、そう、もうとにかくギリギリに落とさないと、あの野池の時と一緒だよ、はい、もうギリギリに落とさないと魚が反応しないのよ。壁際にいるやつを食べたがってるから、壁際にいるやつは壁側をスルスルって落としてあげないと。したら今度は振り子キャストで、はい、あそこの角、そう角でもうちょい糸出して、糸出して横竿を横に向ける、はい、竿のみそはそのまんまで、竿は、はい、横に向ける、でみそもうちょい後ろ下がる。
はい、横に向ける、こっち、こっち、はい、はい、出た、もう一回竿で引きずる、竿で、で戻す、巻く横に引っ張る、オッケー。したら今度はそっちの横に立って、はい、ここら辺に立って、はい、ここら辺に立って、はい、で振り子で、はい、振り子で、まあ、でもうちょい垂らさない、もうちょい垂らさない、はい、でその、まあ、ピッチングって言うんだけど、はい、結局垂らしってこんぐらいがいいのよ、はい、もうちょい垂らすぐらい、はい、うん、その方が遠心力がつくから、でこう重りこう持って左手でこう投げると、はい、皆さん雨が降ってきちゃいました。雨よって終了です。いやーね、最後ヤマドワンでやってみたんですけど、一応ね魚影が濃いポイントということで、で冬でもねなんかでかいのが出るよっていうところらしいですので、まあね、あれ白くなったのか、あ、分かったぞ正体、これじゃない、ほら雨粒で白くなっちゃった、今雨粒で白くなっちゃった。緊急事態ですということでね、皆さんもしボボテッペのことを応援してもよかったらね、味噌ラーメンのことを応援してもよかったら、ぜひともチャンネル登録押していただけますと非常に助かります。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではね、ちょっと11月霞バース、ちょっとゼロから始める釣りガール生活達成ならず12月もねできたらやりますので、次回もお楽しみにしていただけたらと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。